ケーブルカーを降りてこの庁舎の真下を歩いて行っております。今日泊まるのはユースホステルで、ここにあるはずなんですが、ありますか、ありましたか。なんかそれっぽい建物ですよこれ。ホステリングインターナショナル、これです。あ、やっぱり若い子たちがいるわ。はい、こんな建物です。はい、今日はニュービルディングの方の1階ということでしたので、多分あれですね、ニュービルディングの1階、はい、1階の011号室っていうふうに言ってましたね。011じゃないか、011って言わなかったっけ。011だよ、015って聞こえたけど、あ、011だよね。1階ということは1階に上がるってこと。そうでしょうね、きっと。押してください、ここは0階ですから。はい、今日は011号室ということで1階です。で、グラウンドフロアは0なんですよね、ここは。こっち側ですか。はい、11から17の階取りました。引く、え、開かない、開きません。どうして、ここのドアが開かなくてうろうろしていたら、なんとここでした。これは分からんやろ。まあ無事開きました。はい、じゃあおばあやってください。はい、いろいろ分からないことだらけで、おじいとおばあにはこういうハイテクは、まあ、ユースホステルなんでこんなもんでしょうね。もう本当にシスで何にもないですね。なんもない、あのクローゼットもないというやつですね。クローゼットはあるんじゃない、あるんですか。はい、あ、クローゼットここにあるんですね。これをここに置いておきましょうか。で、ここが流しで、で、シャワーヘッド大きいやつですね。はい、で、石鹸があります。で、トイレは当然水洗と。はい、こんな感じでした。まあまあ、とりあえずホッとしました。まあ、風通しはいいから、風通しはいいですね。冷房がなくても、なんか過ごせそうかもしれない。はい、はい、シャワー浴びてきました。もうシャワーシンプルで、本当何もない。一応バスタオルが1人1枚で、それとあのフットタオルが1枚あるだけで、フェイスタオルもない。本当にシンプルな感じでした。では、ビールタイムです。今日はスーパーで買ってきたビール。つまみはローストビールと、シュリンプサラダですね。はい、ではいただきます。はい、ビキニのお姉ちゃんを見ながらビルタイム。おはようございます。最終日、朝7時10分です。朝食会場に戻っております。朝食会場ここですね。はい、私はこんな感じでトースト、フルーツ、クロワッサン、ハム、カプチーノでシリアルです。まあ同じような感じですね。オレンジジュースを取ってきてるか。はい、レストラン出てきました。
小鳥がたくさん来ておりまして、あそこにいたよ。はい、あパンをもらっていきました。そこにも、まあ、お散歩にでも行きましょうよ。そのうちいるところに行くでしょう。昨日はそこの芝生広場でジャグリングをしている団体さんが結構遅くまでね、9時ぐらいまで、8時ぐらいまで、そうそう、うん、いなくなったけど、うん、いやそれがなかなかあのプロかと思うぐらい上手でね、びっくりしました。あ、ただで見れてラッキー。でっかいツッキーになるね。でっかい、あれカラスじゃないか。あそこにガーク、はい、ここにそういうの団体さんが居座っておりましたが、いやそのうち来るでしょ、ガーコでも。オリーブの木では、ユースホステルチェックアウトして空港に向かおうと思います。では再びこのケーブルカーで坂道を上がります。まあ本当に市民の足ですよね。高齢者には嬉しいね、こういうのがあると。赤ちゃん連れで、はい、上車とか車椅子には非常にありがたいですね。